塩見泰隆。現在ヤクルトスワローズに所属する外野手塩見。大学時代、野球部の練習場が相模原市内の山間部にあるため、グラウンドには野生のイノシシが出没していました。すると塩見は何を思ったか、イノシシを追いかけ回したのです。他の選手はイノシシから追いかけられ逃げる中、塩見は楽しそうに追いかけていたそうです。次第に周りがイノシシを見つけると、塩見、イノシシが出たぞと報告し出すようになり、塩見はそれを聞いて、はい、行ってきますと喜んで走り出したそうです。その影響かは知りませんが、ヤクルトの新人合同自主トレ中の短距離走ではダントツのタイムを出したのでした。大学4年時にプロ野球の球団からも社会人野球からも声がかからなかった塩見。当時の監督が不安に思い、どうするのか聞いてみると、僕ならどこでも行けるっしょと、なぜか自信満々に返答。その後、社会人野球の名門エネオスのスカウトに誘われるが、浮かない顔をする塩見。スタンドでしょ、エネゴリですよねと嫌そうな顔で言います。どうやらガソリンスタンドで働かされると思っていた模様。監督はそんな塩見に社会人野球のレベルの高さを教えてやろうと NTT 東日本の練習に参加させます。すると始まってすぐのポール完走で塩見はダントツのスピードを見せます。しかし2往復目に肉離れでリタイア。塩見の練習は始まって数分で終了したのでした。エネオスに入部が決まって、どういうタイプのバッターなのか聞かれた塩見。すると塩見は自信満々に、右打ちですと答えます。相手は戸惑いながら、右の逆方向に打てる打者と解釈しますが、塩見は単に右打者という意味で言った模様。相手はそんなの知っとるわと思ったそうです。人前で努力を見せるのが嫌いな塩見、居残り練習をするチームメイトを横目にチーズと先に帰るも、寮では黙々と素振りをしていました。エネオスのオフの日には、オフの日に練習するのが恥ずかしいという理由で大学に練習させてくれと連絡したそうです。大学時代、試合で自分のエラーで負けるとベンチ裏で泣きじゃくっていたそうです。天然でも野球には真剣なところはなんかかっこいいですよね。糸井嘉男、宇宙人といえばこの人、野球界の珍獣こと糸井嘉男。中学3年生の時、大会前日に練習をサボっていたのが監督にバレて、もう帰れ、明日も来るなと怒られた際、やったと返答し本当に帰宅。そして次の日、その大会へ向かうバスが糸井の家の近くを走行中、バスに向かって2階の自分の部屋から頑張れよと手を振っていました。大学時代、監督のバントのサインを無視、なんでサインなんて出すんですかと詰め寄ります。試合で監督の指示を無視した投球で打ち込まれる糸井。切れた監督が殴ろうと手を挙げるとハイタッチし、監督は困惑。その回の裏では監督のバントの指示を無視しホームラン。さすがに2度目の無視に切れた監督が殴りかかりますが、再びハイタッチで封印。この影響で次第に監督の暴力指導はなくなっていったそうです。サイン通りに動かないことで有名な糸井。監督は糸井専用サインとして仕方なく相手にバレバレの分かりやすいサインを送っていました。しかしベンチを見ない糸井はサインに気づきませんでした。見かねたファンの、糸井何してる、ベンチを見ろというヤジでやっとサインに気づいたのです。インタビューでの珍回答が有名な糸井。ドラフト1位指名された球団と会食後、記者からどうでしたかと質問されると、ビビくらいでしたと回答。チームが首位独走中のヒーローインタビューで、最後まで諦めず頑張りますとコメント。周りは何を諦めないのか分かりませんでした。久々のホームの試合どうでしたかと聞かれ、アドレナリン満開でしたと回答。全開と言いたかったのでしょうか。西武の牧田選手どうでしたかと聞かれ、嫌いですと回答。代打で出場し3球三振。取材陣に、何の球種を待っていたのかと聞かれ、ストライクですと回答。糸井といえば忘れっぽさも有名です。左中間にヒットを放った糸井、二塁だと思われましたが途中急いで一塁に戻ります。打球を見ていた糸井は一塁を踏み忘れていたのです。しかし相手の守備は困惑し、その隙に二塁にスライディング、結局二塁打となりました。当時 0.5 ゲーム差で首位争いをしていたソフトバンクに勝利。その後同じゲーム差で首位争いをしていた西武が敗れ、選手たちが歓喜に沸く中で、バンクはどうなったのと、さっきまで対戦していたチームとその結果を忘れたのです。投球練習ではキャッチャーにカーブを宣言するも、老人を触っている間に忘れてしまい、剛速球を投げ込み、キャッチャーは激怒。セットポジションに入るが急に投げ方がわからなくなりフリーズ。物忘れが激しいってレベルじゃないですね。何も考えずにバットを振れとコーチにアドバイスされた際は、何も考えないってなんだっけと逆に考え込んでしまいます。プロでありながら野球のルールをあまりよく分かっていない説がある。投手から野手に転向後の初打席、打ってすぐに三塁へ走り出します。プロ5年目にして、宇宙間ってどっちですかと質問。ツーアウト三塁でフライを取るとホームへ渾身のレーザービーム。ホームランを打ち全力でホームにスライディング。前の打者がサヨナラを決めた時、
試合が終わったにもかかわらずしばらくネクストバッターズサークルで素振りを続けていました。ノーアウト1・2塁で2塁ランナーだった糸井、バッターの打球を取られ1塁ランナーアウトとダブルプレーとなりましたが、3アウトだと勘違いした糸井はベンチに帰ろうとし、本当に3アウトチェンジになってしまいました。会話での勘違いエピソードも数多くあります。同僚に投球をノーコンだなと言われるとノーコンだと思い、いやこれ黒ですけどとアンダーシャツを見せながら言い返します。監督から休養のために明日はゆっくりしていいぞと言われると戦力外通告と思い込み落胆。キャプテンになった際、記者からキャプテンマークに重みは感じますかと聞かれると、結構軽い素材なんでと回答。オールスター初出場の際、記者からセリーグで話してみたい選手はと質問され、パリーグの糸井は自分はセリーグのベンチに入るんですかと驚きます。後に阪神に移籍しオールスターに出場、本当にセリーグのベンチに入りました。さすがミスター宇宙人糸井。2022年9月に引退を発表しましたが、自分が超人と呼ばれていたことについて、鳥に人と書いて超人だと思っていたことを暴露。最後まで宇宙人でした。柳田悠岐、ギータの愛称で親しまれている柳田悠岐。大学時代首位打者でトロフィーを手に入れるも祖母に2万円で売ります。動機はパチンコがしたかったから。入団会見で背番号44の印象を聞かれ、獅子舞っすかねと返答。バッティング練習の時ちゃんと投げろと切れて相手を睨むも、相手はピッチングマシンでした。西武秋山の200本安打を祝うために食事に誘いますが、当時放送されていたドラマデスノートの最終回を見るために切り上げます。監督にもっと本を読めと言われ、翌日チームのバスの中でジャンプを読んで怒られます。柳田といえば子供に対する回答が面白いです。小学生にどうしたらプロ野球選手になれますかと聞かれると、風邪や病気に気をつけてればなれるよと返答。中学生に練習が辛いですどうしたらいいですかと相談された際には、高校野球という真の地獄が待ってますと追い打ちをかけます。野球教室でのバッティングのアドバイスは、思いっきりバットにボールをぶつける以上。コロナのせいで練習ができない小学生に、再開するまでに何をしたらいいと相談され、時間は刻々と過ぎていくと返答。子供にも一切甘いこと言わないところが逆に好感持てます。筋肉への愛もすごいです。座右の銘はプロテイン。クリスマスに欲しいものはと聞かれた時には、筋肉ですと即答。同じ宇宙人の糸井や新庄も筋肉愛がすごいですけど、宇宙人は筋肉が好きなんですかね。広島出身でカープファンの柳田、ホークス所属でありながらそのカープ愛を隠すことはしません。球団農会ゴルフにカープのロゴ付き帽子をかぶって登場。同僚にゴールはどこだと聞きます。翌年は見た目がほぼ同じのメジャーのシンシナティレッズの帽子をかぶって参上。カープだと怒られるかとのこと。楽天のイベントで、楽天からオファーがあれば来てくれると聞かれると、カープに行くために FA を取得しようと頑張ってるので無理ですと返答。カープ選手のトークショーに一般客に紛れて参加。 FA 権取得するも球団に止められ、カープ移籍ならず、生涯ホークスを宣言。ここまでカープ愛がダダ漏れなのに結局移籍しないのは最高ですね。井上翔一、進撃の宇宙人の異名を持つ井上翔一。愛車のアウディが壊れた際、グレードの高い台車を用意され、気に入った井上は3週間で約4000キロも走行。本人曰く自主トレで球場やゴルフに行っただけとのこと。愛車が修理されて帰ってくると、このままの方が良かったと残念がります。これがきっかけでアウディの新車発表会に呼ばれ、いっぱい宣伝してくれてありがとうと社長に感謝されました。一つのエピソードから社長直々に感謝されるってすごいですよね。なんかこの立ち姿も慣れてない感じがして面白いです。試合前、記者の前で今日は4時起きですと言い残しベンチ裏。試合後、記者に早起きの理由を尋ねられると、試合前に言ったことを忘れ、誰に聞いたんですかと驚きます。ちなみに理由はお腹が空いて起きたかららしいです。 FA 権を行使した際、来年35という年齢で持っていても仕方ないので、まだ球団を出る決断とか関係なく使いますと語り、 FA 権をクーポン権か何かと勘違いしているのではという説が浮上。巨人に移籍した井上ですが、元所属チームの DeNA ピッチャー陣のバットケースの中に自分のバットを忘れます。後輩が返却しようとしますが、使っていいよと寄付。バットだけ DeNA 残留が決定したのでした。練習中に頭部を裂傷、8針縫う怪我でオープン戦の先発を回避することが決まります。記者から原因を質問された原監督ははぐらかし、練習中の事故による怪我だと心配されますが、後に気分が良くてスキップしながらグランド入りしようとしたらフェンスに頭をぶつけたことが判明。以降そのフェンスにはクッションが設置されるようになったそうです。熊原健人、イケメンでありながら顔以外とっちらかっていると言われている熊原健人の天然っぷりを紹介します。 DeNA 入団後、実家の神社の手伝いで参拝客にヤクルトを配布。
DeNA 本社の新人選手挨拶で周りがスーツで来ている中、一人だけ制服で参加。伊能に俺より変なやつと心配されます。熊原といえば方向音痴で有名です。神宮では入り口が分からずファンに場所を聞き、そのことをツイートされます。ハマスタではホームにもかかわらず試合中着替えようとロッカーに行こうとしますが迷子になりカメラマンに聞きます。着替え終わりベンチに戻ろうとしますが再び道が分からなくなりカメラマンに聞きます。登板を終えロッカーに戻ろうとしますが逆方向に歩いていき同僚に誘導されます。ホームの球場で1日に3回迷子になるという快挙を達成。飲み物の違いをよく分かっていないようでキャンプ中シークワーサージュースをひたすらオレンジジュースだと思い飲んでいました。さらには自販機で同じミルクティーをどちらを買おうか悩み続けていました。ピョンチャンオリンピックで初めて冬季オリンピックの存在を知ります。ちなみにピョンチャンはウサギの名前だと思っていたとのこと。年始の練習でチームメートに良いお年をと発言。試合終了後にファンにサインを求められ一人一人にすいません今日実家に帰らないといけないので帰らせてくださいと丁重に断り結局時間をかけてしまいます。いかがでしたか。他にも新庄、長嶋、井川などぶっ飛んだ人がいます。好評であればいずれ紹介していきたいですね。このチャンネルでは野球に関する面白いエピソードを紹介していきます。編集に時間がかかって動画投稿に時間がかかっていますが何卒何卒チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。